姫様は高台となる神福寺付近の景色を気に入り、さあ真ん中カメラをお持ちの方よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。
講談師神田葵さんのコラボレーションでお送りいたします。どうぞこの後も存分にお楽しみください。歴史絵巻戦国から太平へと題し、岩槻に伝わるさまざまな物語をこちらメインステージでは山吹道館太鼓、岩槻盛り上げ隊、岩槻黒やっこ保存会、そして講談師神田葵先生によりますコラボレーションでお送りいたします。お支度は整いましたでしょうか。それではよろしくお願いいたします。の戦国時代、岩槻では岩槻太田氏がその勢力を誇っておりました。敵味方が入れ替わる戦乱の世の中を経て、時代は江戸から明治、大正、昭和、平成、そして令和へ。戦争や災害など幾多の困難に見舞われても、それらを乗り越え平和な世の中を築いていく。そんな願いを込めて、鶴姫伝説、太田助政公、岩槻黒やっこのやっこぶりまで戦国から太平の世の中を一服の絵巻にいたしました。岩槻に残るさまざまな物語を山吹道館太鼓、岩槻盛り上げ隊、岩槻黒やっこ保存会、神田葵のコラボレーションでお送りいたします。山吹は岩槻区の花、道館は岩槻城の築城に関わったといわれる太田道館公の名前から、岩槻の歴史や伝統をモチーフに組太鼓を創作し、その説明を通して岩槻の良さを知ってもらうという思いで活動しております山吹道館太鼓。岩槻は人形の町として知られております。諸説ありますが、江戸時代に日光東照宮を作った宮大工たちが切子を丸めて作ったお人形がそのおこりと言われております。3月にはひな人形、5月には武者人形を飾り、子供たちの成長を祝います。1曲目に演奏する曲は武者先陣太鼓。武者が真剣を振るう姿を動きに込め、岩槻盛り上げ隊の戦国絵巻につなげます。
を遡ること480年前、世はまさに戦国時代。上杉謙信と武田信玄が川中島で幾度も戦い、織田信長は桶狭間の戦いで今川義元の首を取り、天下布武を掲げて京に上洛。本能寺の変で明智光秀の謀反に倒れるも、主君の仇討ちを果たした豊臣秀吉が全国統一を成し遂げ、その時でございます。ここ岩槻の地を中心に関東一円にその名を轟かせていた武将がおりました。その名は太田資政。資政は太田道灌の子孫であり、岩槻城主だけではなく吉見町の武将松山城や晩年には茨城県の片野城の城主でもありました。当時相模から武蔵の国一帯に勢力を伸ばしていた北条氏や武田信玄とも戦い、上杉謙信と盟友を結び、謙信亡き後は信長や豊臣秀吉とも通じて戦い続けていた武将でございます。北条氏に対し上杉謙信と盟友を結び激しく争っておりました。出陣だ。も数多くの火縄銃を使用し、武田信玄と北条の連合軍の進撃に拮抗しておりました。追放され片野へ退きました。また豊臣秀吉が全国統一を成し遂げて戦はなくなっていったのです。には年齢不詳ですが、見目麗しい姫君がいたという伝説が残っております。名前は鶴姫。鶴姫様は
高台となる新福寺付近の景色を気に入り、この地をたびたび訪れていたそうでございます。特に桜をめでておられた鶴姫様、残念ながら若くして亡くなってしまいましたが、その死を悼んだ村人たちが祠を建てて、今でも鶴姫神社にてお祭りされております。戦の世から平和な江戸時代へとたすきをつなぐため、ここで勝ち時をあげたいと思います。皆さんもご一緒にぜひお願いをいたします。私がせーのと声を上げましたら、拳を振り上げてえいえいおーとご唱和ください。えいえいおーは3回続けます。いいですか？じゃあ皆さんご一緒にいきましょう。それではご一緒にせーの、えいえいおー、えいえいおー、えいえいおー。ありがとうございました。Thank you.
には若い武士の子弟を育てる藩校が全国各地にございました。その藩校も時代とともに姿を消し、埼玉県で唯一残っておりますのが岩槻の宣教館。宣教館を建てたのは児玉南下、頭のいいお侍様で中国の儒学に通じておりました。宣教とは鳥が一斉に大きな木に移っていく様を表した言葉。中国ではその様子から若い人たちは高い目標を持って励まし合って努力しなさいという意味がございます。次なる曲は宣教響き太鼓でございます。
岩槻に過ぎたるものが2つある。児玉なんかと時の鐘。今でも岩槻の皆に愛されている時の鐘は、寛文11年四代将軍家綱公の御代に作られたと申します。鐘の音は遠く江戸まで響いたとも言われておりまして、その時の将軍が、この鐘の音はどこから聞こえるのか。は、岩槻からでござりまする。何、岩槻からここまで聞こえると申すか。は、そのような秀でた鐘は余が所望したい。さあ、これを聞いた岩槻は困った。冗談じゃないよ。岩槻の大事な鐘を渡せるわけがないだろう。しかしどうしたらいいんだ。そうだ、将軍様には別の鐘を代わりに献上することにしようじゃないか。なんと岩槻にある寺の鐘を献上してしまった。これが身代わりの鐘、逸話として残っております。明治時代には殿様の鐘と呼ばれ、岩槻の人々から大切にされておりました。さあ、その鐘でございますが、実は今でも疲れているのでございます。今では自動で疲れている鐘でございますが、その前はなんと365日人がついていたそうでございます。まあ、その家の方々は家族旅行にも行けなかったとか、偉いものでございます。さて、本日も午後6時鐘が鳴るのでございます。さあ、この会場まで聞こえますでしょうか。では楽勝者お願いいたします。さあ、蒼井先生ありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。さあ、岩槻に過ぎたるものと言われました時の鐘まで残り57秒となりました。ここからおよそ1キロぐらいですか、静かにしていただければ多分聞こえると思うので、その当時のお殿様の気分を皆様方にも味わっていただきたいと思います。さあ、残り40秒を切りました。皆様方静かに、人形博物館と松井ハートクリニックの間ぐらいのところに時の鐘がございますので、耳を澄ませてお聞きくださいませ。もし聞こえなかった場合は、その時用に取っておきました時の鐘の音源がございますのでCD を流させていただきます。残り8秒7、6、5、4、30秒遅れてるそうです。残り20秒です。15を切りました。10 9 8 7。CD の音源を流させていただきます。お願いいたします。大きな拍手をお願いいたします。素晴らしい、聞こえてきましたね。殿様の気分です。本当はこの生の音を聞いていただく予定だったんですが、もし皆様も機会がありましたら時の鐘リアルな音でお楽しみいただけたらと存じます。1日2回でしたっけ。はい、1日3回聞こえますので、生の音が聞きたい方は時の鐘にお越しくださいませ。ありがとうございました。さあ、皆さんいかがでございましたでしょうか。これより記念撮影に、あ、蒼さんに渡して大丈夫ですか。はい、では蒼さんよろしくお願いいたします。岩槻に昔から伝わる黒やっこ、江戸時代日光の赤やっこ、甲府の白やっこ、そうして岩槻の黒やっこで日本の三やっこと呼ばれていたのでございます。そのいでたちはと見てあれば黒木綿の粋な反転でございます。久伊豆神社の祭礼行列の先導をいたしまして、岩槻城内城下を練り歩いたという黒やっこ姿の町の若い衆88ばかりが身振りよろしく練り歩き、
金門をつけたハサミ箱、大笠、お弓組、毛槍、みこし、かご警護が並び、その後ろに手こまいが続き、各町内の出汁を引かせ、大勢の稚語やっこが木槍音頭を行ったとされています。久伊豆神社は岩槻の皆様もご存知の通り、岩槻総鎮守、今から約1400年前の欽明天皇の時代に出雲族の恥氏が東国へ移動の際、この岩槻に大国主の命を出雲の国より勧請したのが始まりと言われております。その久伊豆神社の立派なおみこしでございますが、昭和3年11月に昭和天皇のご即位を祝し奉納されたものでございます。当時の氏子総大区長が中心となり、氏子負担金及び特別出資金を用意し、みこしや祭具などが奉納されました。昭和の時代には黒やっこの先導により振興祭みこし渡御が15回も行われました。しかし昭和29年7月15日を最後にみこし堂に眠ったままとなってしまいました。江戸時代の振興祭は歴代岩槻藩主が主催となり、岩槻城並びに城下の町民の安寧をお願いするものでございました。振興祭は例祭当日未明に岩槻城の役人が久伊豆神社に出迎えに来られるところから始まりました。やがてみこしは出御され、もちろんこの時も先導は黒やっこでございますが、元荒川の土手沿いを通り、岩槻城裏門より城内へ入城した後、城主に見送られ大手門を出た広小路でみこしを台に据えて行われました。そこではご祈祷神楽がにぎやかに行われ、みこしを通して岩槻城と城下の人々を結ぶ強い絆が生まれていたようでございます。この当時のみこしは度重なる火災などで残念ながら消失してしまいましたが、昭和天皇ご即位記念を祝いまして制作された現在のみこしは、振興祭を通して久伊豆神社の神様のご加護と当時の岩槻の人々の志が一つになり、平安が保たれてきたのでございます。さて、武蔵岩槻藩の藩主に大岡忠光という方がおりました。この人は九代将軍家重公に大事にされておりました。どれくらい大事にされていたかと申しますと、八代将軍吉宗公の時代に廃止されておりました蕎麦用人に就任いたしまして、その名の通りずっとお蕎麦にいたっていうんですから驚きでございます。ちなみにドラマ大岡越前で有名な大岡忠相と親戚なのでございますが、この人時代劇のドラマでは悪役でございます。実際は全く違いますね。何しろ大事にされていましたから、将軍の言葉を意のままに伝えることだってできたんですよ。それなのに決しておごることや幕政に口を挟むことはなかった、偉い方もあったもんでございます。さあ、その大岡忠光が武蔵岩槻藩にやってきたのが1756年。大岡家は日記を残しているんですが、その中に神社祭礼みこし渡御にはその行列先導に6人の黒やっこが駆布するなどと書かれておりまして、史実として残っております。そんな風に歴史ある黒やっこでございますが、先ほども申し上げましたみこしと同じく昭和29年を最後に姿を消してしまいました。大変残念なことでございます。これはもったいない。そうだ、この岩槻黒やっこを復活させようではないか。さあ、埼玉商工会議所青年部の有志が立ち上がり、久伊豆神社氏子関係者のご理解とご協力をいただきまして、平成20年の岩槻祭りにてやっこぶりを披露、また久伊豆神社の秋の例大祭でもやっこぶりを奉納することができたのでございます。また伝統文化を後世にを合言葉に、平成22年11月に会員参助会員を募り、岩槻黒やっこ保存会を発足させました。スタートは11人の黒やっこ部隊でございましたが、今ではご覧ください、小さな可愛い稚語やっこまで揃って、伝統が次世代にまで受け継がれる大きな力となり、さまざまなイベントに参加しているのでございます。さあ、
これから四五やっこと黒やっこのやっこぶり、ぜひともご覧ください。いくぞの天皇の中で最も長く在位し、その時代は一条の御代と称されました。続いて安倍の生命様はどちらでしょう。ありがとうございます。陰陽師です ね、平安時代を代表する陰陽師であり、その卓越した戦術と魔術で人々を助けた伝説的な存在です。大河ドラマでも先日ね、雨降らせてくれましたよね。
ね、今日は降らせないでほしいですね、はい、お名字よろしくお願いいたします、はい、これからですね、カメラ目線の写真必ずお時間作りますので、はい、そして主人公は紫式部様、どちらにいらっしゃいますか。ありがとうございます。世界最古の長編小説源氏物語の作者であり、今もなお文学の頂点と称されています。そして清少納言様はどちらにいらっしゃいますか。ありがとうございます。枕草子の著者でいらっしゃいますよね。平安時代の宮廷生活を描きました。そして藤原為時様、ありがとうございます。もう皆様もご存知、紫式部の父親であり、彼も文人として知られています。さあ、このように平安時代の偉人たちの仮装を楽しみながら、時代の文化と歴史に皆様に触れていただきました。いたしましょうか。そうですね、よろしくお願いいたします。まずはですね、皆さんいいですか、中央に向かって、いいですか、中央のカメラに向かって皆さん笑顔よろしくお願いします。では行きましょう、せーの、ニコッと。手振らないでください。手振らないですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いて、こちら側行きましょうか。こちら側、はい、じゃあ向かって左側ちょっと、はい、皆さん、みんないいかな、はい、ありがとうございます。お人前市の皆さんもいいかな、はい、皆様どうぞ。市長さんかな、はい、こちらご覧ください。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。そしたらですね、次向かって右側の方向いていただいて、皆さんも後ろの方もせっかくなんでね、少し気持ちあちらをご覧いただければと。ありがとうございます。そして、準備が整いました。メインイベントのこのひな壇の結婚式、開催いたしますが、今回はですね、子供大人合わせて総勢38人になります。岩槻が誇るジャンボひな壇に大きな拍手をお願いいたします。今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、それではこれから皆様のお名前をご紹介いたしますので、はい、名前が呼ばれた方は少し会場の皆様に分かるように手を振っていただくなどご協力をお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは子供の新郎と姫からご紹介いたしましょう、はい、お願いします。新郎に丸山亮太さん、姫に大野明さん、次に三人歓迎には飯塚環奈さん、山田あずきさん、森美さん、五人囃子には柳井さとみさん、山田ひまりさん、田口いまりさん、藤原ひろさん、松永えなさん、続いて随身には結城修司さん、成田智樹さん、市長には半沢瑞希さん、椿ココナさん、小川夢香さん、以上が今年の子ども仮装の皆さんです。それでは続きまして、はい、大人エキストラの皆さんもご紹介してまいりましょう。はい、ではですね、冗談ご覧くださいませ。新郎には橋本拓馬さん、そして姫には橋本セリナさん。さあ、同じ名字ということは皆様方ご存知だと思いますけれども、はい、もう入籍の方はされて、はい、この後ですね、皆様方、承認となっていただきまして、人前式の方を執り行いたいと思います。そして三人官女には谷口舞さん、幼い真帆さん、加藤 A さん、続いて五人囃子には岡本昭恵さん、中村理香さん、瀬戸彩香さん、梅船久美子さん、多田ひろ子さんです。続いて随身には佐藤義道さん、藤田純一さん、続いて市長には今道陽子さん、藤田恵美子さん、藤原雅美さんです。さあ、それではここで子どものエキストラの皆様には出し入れご移動いただきたいと思います。一番前の皆さんは指示に従って出し入れご移動をお願いいたします、はい、
さあ主張の2人からかな、ゆっくりと、はい、移動してください。やっぱりこうやって個性揃いすると華やかですね。そうですね。どうぞお進みください。それでは改めて前の方へ一列でお並びいただきまして、お名前と役柄をご紹介させていただきます。お揃いでいらっしゃいますね。ご準備整いましたら順にご紹介させていただきたいと存じます。さあそれでは参りましょう。改めまして、今年は NHK 大河ドラマ光る君へにちなみ、平安時代の偉人たちにご登場いただきました。まず平安時代の権力者藤原の道長役には柳井義人さん。平安時代の長期在位の天皇である一条天皇役には三原忠さん。ありがとうございました。伝説的な陰陽師安倍の生命役には福田誠也さん。あ、かっこいいそして源氏物語の作者、そして NHK 大河ドラマ光る君への主人公紫式部役には結城陽子さん。枕草子の著者である聖少納言役は成田芽衣さん。紫式部のお父さん藤原の為時役には鈴木恵梨香さん。そして最後にはなりますが、巫女のお二人は埼玉小町の朝日いろはさん、そして中島たまきさんにご協力をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。見いただいたんですね、ありがとうございます。さあ真ん中カメラをお持ちの方よろしいでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは準備整い次第、ジャンボひな壇の結婚式へと移らせていただきます。さあそれではありがとうございました。ご協力ありがとうございました。改めまして偉人の皆様方、そして、お子さんたちに大きな拍手をお願いいたします。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日は一日ありがとうございました。さあそれでは大変長らくお待たせをいたしました。ただいまより新郎新婦両家よりお預かりをいたしました書簡を黒役保存会大塚若頭が持ってまいります。許可証が若頭から久泉津神社宮司の手に渡り、そして今岩槻祭り小宮実行委員長の手に渡りました。
このジャンボひな壇における結婚式は、本日お集まりいただいた皆様方が立ち会い人となり、結婚のお祝いをすることがこの式の趣旨でございます。それでは小宮委員長、よろしくお願いします。はい、承認書、橋本拓磨と橋本セリナの結婚を承認いたします。両家親族一同、令和6年8月18日おめでとうございます。それではご結婚なさるお二人の幸せと、ここにお集まりの皆様のご多幸を祈念いたしまして、お祓いと祝詞を岩槻総鎮守久泉神社宮司馬場康彦様にお願いいたします。立花のどの萩原急ぎ払えたまいしときになりませる払えどの神たちもろもろのまがごと罪けがれあらむ払えたまい清めたまえと申すことを聞こしめせるかしこみかしこみもまおお下げくださいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。
教育費のたる人選び定め、埼玉市長をはじめ岩槻祭りに集える諸人たちの見守れる中、橋本拓磨と橋本セリナを今しと次のカムごと取り行わんとす。ここを持ちて大前に三毛三木をはじめ草々のためつものを立てまつる。からやから舞うぼなわり食べり黒髪まつるさま、愛らけく安らけく尽こしめし、今も行く先狼たちの広き熱き御霊の冬、いやますますに蚊がふらしめたまい。目をと二人高砂の己の松の愛をい、八千代をかけ愛むつび愛たす。いや遠長に咲きくま咲きくあらしめたまい。美の子の八そつづき生かしやくわえのごとく立ち栄えしめたまえ。かしこみかしこみもそれでは次に玉串奉納を行います。埼玉市長清水隼人様お願いします。続いて埼玉市議会議長小橋和之様お願いします。実行委員長小宮光一郎様お願いいたします。Thank you.
続いて岩槻人形協同組合理事長坂東武蔵様、よろしくお願いします。続いて夫婦になるちぎりとして三三駆動を執り行います。この間に新郎新婦のご紹介をさせていただきます。それではこの間にお二人についてご紹介させていただきましょう。お二人は中学校の同級生で、もともと仲が良く、中学校時代には奥さんが告白をするも旦那さんに振られているそうです。しかし高校2年生の時に偶然地元で再会されました。旦那さんから携帯電話の連絡先を聞いたことで連絡を取り合い、2人で会うようになり、今度は旦那さんから交際を申し込み、お付き合いがスタートしたそうです。拍手も今湧いておりました。以来もう積極的でしたね。いいですね、はい、それ以来10年間の交際を経て、2023年の10月にお二人はご結婚されました。絆ですね。いいですね。結婚について、交際を10年間続けるうちに自然と結婚を意識するようになり、奥様の誕生日の日に東京タワーの前のホテルで旦那さんからプロポーズをされたそうです。いいですね。旦那さんは奥様をセリちゃん、奥さんは旦那さんをタックンと呼んでいらっしゃるそうです。新婚です ね、はい、お互いを思いやり、素敵なご家庭を築いていっていただけたらと存じます。どうぞ皆様拍手をお送りください。あの実行委員長の小宮さんはこの岩槻祭りで苦い思い出があるそうですが、はい、おっしゃってましたよね、はい、やっぱりこう幸せな方がいいですよね。本当にそうですよね、はい、昔の話ですよね小宮さん、昔の話ですもんね、はい、さあ本来でしたら静かに行うこの三三駆動ですが、ただいまご覧いただいている三三駆動について皆様にちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、三三駆動とは新郎新婦がお酒を酌み交わすこの儀式です。大きさが異なる3つの杯で3軒ずつ酌み交わすことから三三駆動と呼ばれるようになったそうです。三三駆動に使用される杯にはそれぞれ意味があるそうです、はい、一番小さい杯での1杯目は、はい、新郎新婦の過去を表現しているそうです。何もないですよね、はい、はい、先祖への感謝の意味も込めてという、そういう過去ですね。すいません、あのちょっとだけ別、ほらほら、はい、下世話な方です。想像したの過去なの、そうなんです、ご先祖様、はい、ご先祖様への感謝の意味を込めて行うと。そして2杯目なんですが、はい、2杯目は新郎新婦の現在を表現していて、これから夫婦で力を合わせて生きていこうという意味を持つ一杯だそうです。そして3杯目、一番大きな杯で酌み交わすこの3杯目は新郎新婦の未来を表現しているそうです。お二人の大きな、ね、これから輝かしい未来のために、今3度目の杯もお開きになりました、はい、3杯目は子孫繁栄と一家の安泰をという意味だそうです。さあこれより誓いの言葉を新郎橋本拓磨さんよりお願いをいたします。
鉄道です。ああ、入ってます。入ってます。大丈夫です。誓いの言葉。今日の良き日に私たちは岩槻祭りジャンボひな壇で結婚式を挙げました。これからは愛はして夫婦の道を守り、苦楽を共にして平和な家庭を築き、子孫の繁栄を図り、修正変わるのことを誓います。どうか幾久しをお守りください。夫橋本拓馬、妻橋本セリナ。大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございました。お二人のこれからの未来を祝福するように、お二人の後方には満月が。いいですね、はい、なんとおめでたい。これから今登ってくるということで、ぜひともねご覧いただきたいと思います。皆さん後方の方はもしかすると満月見えるかもしれませんね。そうですね、先ほど向かいにはつくつく星が激しく鳴いておりました。鳴いてましたね、はい、虫にまでお祝いがされているという大変にいいことでございます。素敵なお二人ですね。はい、それでは大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。おめでとうございます。夫婦としての固いちぎりを交わしましたところで、埼玉市長より認定証の朗読をお願いいたします。ジャンボひな壇結婚認定証、新郎橋本拓馬様、新婦橋本セリナ様、ミーの二人は人形の町岩槻祭りジャンボひな壇において市民の祝福のもと代理様として人形仮装結婚式に参加されました。よってお二人の末永いご多幸を記念してこの賞を贈ります。令和6年8月18日、実行委員長小宮光一郎、埼玉市長清水隼人、埼玉市議会議長保橋和幸、おめでとうございます。おめでとうございます。大きな拍手をお送りください。認定証は後ほどお二人にお渡しさせていただきます。それでは続きまして、埼玉市長清水隼人様、ご祝辞をお願いいたします。こんばんは。まずは2024人形の町岩槻祭りがこうして早朝からですね、もう今の時間もう最後までですねお付き合いをいただきまして本当に皆さんありがとうございます。実行委員会の皆さんに心から感謝と御礼申し上げたいと思います。さて新郎のタクン、失礼しました、新郎の橋本拓馬さん、新婦のセリナさん、ご結婚誠におめでとうございます。皆さんお二人から見えるこの光景はいかがでしょうか。たくさんの皆さんがお二人を祝福し、そしてお二人の結婚を祝っていただいています。どうかこれからも二人助け合い寄り添い、そして思いやり、幸せな家庭を築いていただきたいと思います。そして埼玉市にたくさんの幸せをもたらしてください。おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして埼玉市議会議長保橋和幸様、ご祝辞をお願いいたします。皆さんこんばんは。ただいまご紹介をいただきました埼玉市議会議長の保橋和幸と申します。今日は本当にこのような歴史のある結婚式にですねお招きをいただきまして誠にありがとうございます。
私もこのジャンボひな壇を見てですね、本当に感動しております。そして今日の新郎新婦たっくん、失礼しました、たくまさん、そして、セリナさんということで、本当に一生に一度のですね、素晴らしい記念に残る結婚式ということで、おめでたく思っております。またこのような催しをですね、毎年しっかりと説明をしていただいております実行委員会の皆様方にも感謝を申し上げたいと思います。私もですね、もしこのジャンボひな壇結婚式を知っていたら昔応募をしたかなというふうに思いますが、本当に素晴らしい、このように皆様方にですね、しっかりとした役割をしていただいて、ここにご登壇されている皆様方も一緒に一度の思い出になっているふうに思います。本当に私も結婚して何十年も経っておりますが、ぜひ新郎新婦、たくまさんとセリナさん、お幸せにですね、お過ごしいただくことをご祈念いたしまして、私からのお祝いの言葉とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。ありがとうございました。続いて岩槻祭り実行委員長小宮浩一郎様、お願いいたします。岩槻祭り実行委員長の小宮でございます。もうたっくんはいいですね。たくまさん、セリナさん、本日はこのような、お祝いのあげられて本当におめでとうございます。末永くお幸せになれることを記念して私のご挨拶をさせていただきます。本日はおめでとうございました。ありがとうございました。それでは岩槻人形協同組合を代表いたしまして、曽根良一様より末永くお幸せでありますよう願いを込める新郎新婦へのご祝辞と記念品の人形の贈呈をよろしくお願いいたします。新郎新婦さん、本日は誠におめでとうございます。結婚式の記念品としまして、岩槻人形協同組合から、人形を贈らせていただきます。今日のですね、結婚式は、ジャンボひな壇上の結婚式ということで、世界で唯一岩槻ならではの、岩槻でなければ味わえない結婚式ではなかったかと思います。おそらく、新郎新婦一生の思い出に、なるかと思いますので、今後も、お二人が幸せになることを願いまして、お祝いの言葉とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。これをもちましてジャンボひな壇によります婚姻の儀は滞りなく結ぶことができました。さあ、お二人の末永い幸せを記念をいたしまして、今一度温かい大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。そしてひな壇の皆さんも本当に今日はありがとうございました。さあ、それではですね、本当にお疲れ様でした。暑い中、パレード、そしてですね、今まで、皆様方にお座りをいただきました。仮装の皆様方に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。お疲れ様で、水分補給をしていただいてゆっくりとですね、休んでいただきたいと思います。お持ちになっているものを少し下ろせるようでしたら、楽な姿勢でこの後のご退室に備えていただけたらと存じます。ずっとね、鼓をこう抱えてくださっていたり、本当にありがとうございました。もう何年もこの司会させていただいていますが、はい、やっぱりこうやってこう見るこのひな壇、ジャンボひな壇、本当に壮観ですよね。そうです
ですね、せっかくですから、はい、多分お知り合いの方、またご友人、ご親戚の方いらっしゃってると思いますので、この後ね、皆様方、人形箱、どちらに向かうのかな、あちらですね、はい、ぜひともね、写真に収まっていただきたいと思います。この後はステージ、こちらで各種 PR タイムを、はい、行わせていただきたいと思います。まずはですね、埼玉商工会所青年部の皆様方お集まりをいただきまして、PR タイムとさせていただきます。さあ、たくさんいらっしゃっていただいてますね、ありがとうございます。すごいですね、はい、ありがとうございます。はい、全員揃いましたね。皆さんこんばんは。埼玉商工会議所青年部会長を務めます木下達也でございます。私たちは埼玉市に活動拠点を置く、46歳までの経営者、そして経営幹部の集まりの団体でございます。私たちは、いろんな事業を年にやっておりまして、今日は少しだけその PR をさせてください。それでは、担当委員長、埼玉コンパチ婚活2024、島田委員長からお願いいたします。岩槻の皆様、お疲れ様でございます。埼玉商工会議所青年部地域事業委員会の、島田でございます。我々の事業は今度、11月23日土曜日、埼玉新都心のスーパーアリーナトイロに行って、埼玉婚活2024ということで、開催させていただきます。埼玉市からも講演いただきまして、埼玉市、この今後の発展に、つながるような事業を目指して、開催していただきます。ぜひご友人とかお知り合いの方いましたら、ちょっと埼玉婚活2024で検索していただければ、ホームページの方もありますので、ぜひよろしくお願いいたします。続きまして、昨年度から始まりました埼玉フードフェスティバル、こちらは後藤委員長からお願いいたします。皆さんこんばんは。地域活性委員会委員長の後藤です。今年10月14日の祝日の月曜日に埼玉新都心公園で、この第2回埼玉フードフェスティバルを開催いたします。子ども食堂やフードドライブをメインに、全国の美味しいものやステージではキッズダンスなど、アトラクションをたくさん用意して、お子さんたちが楽しめるように、準備を進めております。ぜひご家族で、ご参加ください。ホームページやインスタなどで随時情報アップしていきますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。続きまして、埼玉小町源氏の、PR タイムをお願いいたします。木村委員長お願いします。すいません、埼玉商工会議所青年部の、木村と申します。よろしくお願いします。本日はちょっとこのようなありがたいお席に、ご出席させていただいてありがとうございます。今日埼玉小町って言いまして、皆さん馴染みがない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、今日こちらの、2名ですね、今16代目の埼玉小町になります。今日実は昼からずっと参加させていただきまして、もしよろしければちょっと2人にちょっと拍手いただいてもよろしいですか。すいません。ちょっと、その16代目の小町からちょっとご案内がありますので、お話しさせていただきたいと思います。皆さんこんばんは。16代目埼玉小町の朝日いろはです。同じく16代目埼玉小町の中島智樹です。
10月からまた17代目の応募が始まるので、そちらのお知らせをさせていただきたいと思います。17代目の応募が今月末8月末までとなっておりますので、ぜひさいたま市を一緒に盛り上げたいという方、また新しいことに挑戦したいという方はぜひとも応募してほしいです。はい、16代目埼玉小町源氏については SNS 等で17代目埼玉小町源氏と検索していただきますと、私たちのインスタグラムのページであったり商工会議所のホームページサイトからエントリーすることができますので、ぜひご検索お願いいたします。また詳しい質問や募集についても何か質問がございましたら、私たち16代目埼玉小町のインスタグラムにお気軽に DM でご連絡お願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。私たちは毎年岩槻祭りで、埼玉県信用金庫さんの、駐車場をお借りして水かけ祭りを開催しております。ぜひ来年もご参加をしておりますので、どうぞよろしくお願いします。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。埼玉商工会議所青年部の皆さんでした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。こっち側になってる、こっち側になってる全部僕の陰でヤジ入れるから僕が言ってるような感じになってる。ありがとうございました。さあ水かけ祭りもね、ものすごく今、お子さんなんかお集まりをいただいて、やっぱり子どものためのね、祭りでもありたいですね。そうですよね。はい、さあ続いて、大和太鼓バチ太鼓会の皆さんいらっしゃってるかな。あ、いらっしゃってます。どうぞステージへお進みください。
った入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 った到着というところですね。はい、がね、この会場の中に入ってこれないような年もありましたから、はい、今年は楽しみですね。
堀越がこのメイン会場に到着しました。よろしくお願いいたします。ちょっと雨が降ってきました、ね、すいません、皆さんお疲れ様でした。さあ、誠に勝手ながらうち二水会の、北村の方の木遣りで締めさせていただきたいと思います。最後3問からみんなご唱和ください。3番
よこのね、皆様に祭りの最後盛り上げていただきました。師匠、パラパラと降ってきたものがあります。本当にものすごいタイミングですね。すごい、岩槻持ってますね。はい、持ってます、はい。これからですね、2024人形の町岩槻祭りもいよいよフィナーレを迎えようとしております。皆さんどうぞ、ステージの前までお越しくださいませ。さて、たくさんの区民の皆様と園内の皆様のご参加、ご協力にいただきまして、盛大に岩槻祭り取り行われました。ただいまより2024人形の町岩槻祭りファイナルセレモニーを開催したいと思います。それでは実行委員会を代表いたしまして、実行委員長小宮光一郎よりご挨拶申し上げます。はい、ただいま紹介ありました、実行委員長の小宮でございます。おみこしの皆さん大変お疲れ様でした。随分かなり盛り上がりました。本当に良かったです。天気も本当に急にね、雨模様になってきましたけども、天も味方についたかなと思います。本当に岩槻祭りになったかと思います。2024年岩槻祭り参加大変ありがとうございました。楽しませてもらいました。ありがとうございました。そして来賓挨拶として、岩槻区長小島よしのり様よりお願いいたします。岩槻区長の小島でございます。圧巻のおみこしありがとうございました。また遅くまで残っていただいている皆さん、本当にありがとうございます。こんなに多くの参加によりまして、今年のお祭りも本当に盛り上がりました。これも小宮実行委員長はじめスタッフの皆さん、それから協賛いただいた皆さん、それから警察の関係者とか、いろんな方に支えられて、この盛大なお祭りができたと思っています。行政としても来年また再来年とこのお祭りが、伝統のお祭りが続いてきますよう支えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。大変名残惜しいところでございますが、全プログラムが済み、いよいよフィナーレとなります。大締め閉会の挨拶を阿久津副実行委員長にお願いをいたします。お願いいたします。皆様こんばんは。こんばんは。いよいよ最後でございます。関係者の皆様お疲れ様でした。そしてご参加の皆様、楽しんでいただけましたでしょうか。昨日の花火大会、そして今日の岩槻祭り、2日間岩槻が大きく盛り上がりました。この盛り上がりを来年につなげるべく、最後の最後、もう一度3本締めで皆様とお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。それではお手を拝借お願いいたします。よーありがとうございました。本日ありがとうございました。ありがとうございました。みこしの皆様方、最後お集まりをいただきましてありがとうございます。これをもちまして、人形の町岩槻祭りお開きとさせていただきます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、本当最後の最後にこの雨がチラチラと降ってまいりました。はい、さあ本当にお疲れ様でした。はい、最後皆様にご案内させていただきます。まず参加団体の皆様へのご案内です。恒例の岩槻祭り会場のゴミ拾い、ご協力をお願いいたします。本部前に軍手とゴミ袋ご準備させていただいておりますので、各参加団体の代表者は取りに来てください。なお、拾ったゴミは会場内の4つのゴミステーションへお持ちいただきますようお願いいたします。また交通規制についてです。交通規制はこの後
21時までとなっています。21時からこの通りに車を通すことができますよう、皆様路上に放置したものは21時までに撤去をお願いいたします。繰り返しとなりますが、ゴミにつきましては本日お集まりの皆様も必ずご自宅までお持ち帰りいただき、ご自宅で処分していただきますよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。さあ今日は、ゴミステーション、各銀行金融関係の皆様方に作っていただいて、地元の岩槻が綺麗になって終わるっていいですよね。そうですよね。みんなの大切なお祭りがこの岩槻祭りですからね。さあちらちらと降っていた雨もちょっと上がりましたか。そうですね、なんかこの祭りの後の余韻を楽しみながら、ね、はい、まだまだ岩槻のお店いくらでもやってますから。そうですね、はい、ゆっくりと、ね、今日の思い出を語り合いながらお酒を飲んでいただきたいなというふうに思っております。いいですね。ゴミ拾いで街をきれいにして、で21時の交通規制解除に皆様のご協力をいただきまして、今年2024年の岩槻祭りもいいお祭りだったなって皆さんに思っていただけるように、この後もお過ごしいただきたいですね。はい、21時に交通規制が解除されます。はい、21時に交通規制が解除されますので、それまで、ね、ご準備をしていただいて、はい、車が一気に入ってまいりますので、はい、お気をつけくださいませ。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。ダイブじゃないです、はい、はい、アイドル、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあこちらとこうあれかな、絵になってゴミ拾いしてます。ゴミ拾いしてます。頑張ります、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。遊びに来てください。はい、次車両が禁止していますので、路上に放置したものは時間内に